みんな、そろそろ出れる？お花も買っていかなきゃいけないんだからね。あやこ姉ちゃん、俺の服は？知らないって。もうあんたハルトじゃないんだからさ。さあほら行くよハルト。あんたはもう一遍死んで生き返るんや、キリュウさん。俺らについてくれたら十分見返りがあるっちゅうこっちゃ。近江連合直参渡瀬組の総力を挙げて保証させてもらいます。だがそのためには花輪に生きていられちゃ困るってわけだ。ええ、俺の計画はこうです。まずあんたと同じ体格の死体を一つ用意します。それが花輪さんと一緒に見っかれば大道寺には桐生さんに見える。世間的にはどっちの死体も身元不明。俺と同じ体格の死体か。そんな都合のいいもんが用意できんのか。近江連合をなめんでください。すぐ調達できますわ。あとは俺らにも抱き込める検視官はおりますんで、今度はこっちが大道寺を出し抜いたります。なるほど、どうやらいい話らしい。ご理解いただけたようで。ああ、俺が桐生一馬だったらの話だがな。あんたまだそんなことを。さっさと花輪を返せ。こっちの用はそれだけだ。桐生さん、人違いだと言ってる。はあ、黙って見やっとってもしゃあない。それは見ての通り赤い虎です。どういう意味だって聞いてんだ。大阪の蒼天堀に赤目っちゅうホームレスたちを取り仕切っとるもんがいます。そいつんとこ行ってこの赤虎を見せてください。花輪さんも今車で蒼天堀に移送中です。それを追いかける手がかりになります。なんでそんな真似をする。俺らにしても親父に話聞いとるだけで、あんたがどれほどの男かよう知らん。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか証明してもらわんことには、いい加減こっちもアホらしいようになってくる。アホらしいってのはこっちのセリフだ。そもそも俺は桐生じゃないと。あと一遍でも言うたら花輪は殺す。蒼天堀には一人で向かってもらいます。もし他に連れてきたらその時点で交渉はしまいや。俺らが会うことは二度とない。花輪さんは死体も上がらんで。こいつを赤目ってやつに見せたらどうなる。やってみたら分かります。赤目は蒼天堀川の南側を縄張りにしておりますんで、その辺りで人に聞けば会えますわ。俺からのヒントはここまでや。ゲームのつもりか。ええ、せやけど悠長にやるつもりはありません。堂島の竜が噂通りの男やったらすぐ答えにたどり着く。そうやないならこっちから見切りつけるだけや。花輪さん見捨てる気やったらそれも結構。好きにしたらええ。もしもし。俺だ住職。
上流だ。連絡をお待ちしてました。花輪さんはどうなりました？まだ人質に取られてる。場所は蒼天堀のどこか、近江連合の町だ。俺もこれから向かう。では私は何をすれば？3日経って連絡がなかったら、このやり取りを大道寺の連中に伝えてくれ。その場合俺は花輪の救出にしくじったってことだ。花輪の命はあんたらに託す。どうでしょう、一派が花輪さんやあなたの救出に動くとは思えません。ああ、だが伝えておくべきだと思ったんだ。もし俺が死んだら、もう花輪の居場所は誰にも分からなくなるんだな。分かりました。お心遣いに感謝します。赤目ってやつを知りませんか？赤目？
さあどうやろな。あんた誰や。別に怪しいもんじゃ。夜にそんなグラサンかけとるもんがかいな。いや前は赤目のことやったらホームレス捕まえて聞いたらいい。ホームレスはその辺におるやろ。すまない、赤目ってやつを探してるんだ。ああ今日は見とらん。いつもその辺歩いて。どんなやつだ。よそもんに余計なこと言うて。聞くんやったら他のもんに聞き。なあ赤目ってやつを知らないか。赤目さん。ああそれやったらほらあれや、駐車場の方に歩いてったで。急いでったら。どんなやつだ。行ったらすぐ分かるわ。赤目ってやつを探してる。聞いたことは。赤目さんに何の用や。さあな。ああ何やだ。悪気はねえんだ。ただ赤目を探してこいつを見せるように言われてる。な、ちょ待ておっさん。それこいつは何なんだ。何やあんた知らんのか。そうかいな。よかったら何なのか教えてくれ。さらわれた仲間探すのにこれだけが手がかりなんだ。何も知らんあんたが持っとってもしゃあない。わしらがもらっとこな。ええやろ。どうやら聞く相手を間違えたらしい。えらい余裕やな。お前ビビっとるんちゃうか。グラさんでよう分からんけど。やめとけ。お前らに怪我させるつもりはねえんだ。ええからそれよこせよおっさん。口で頼んでるうちにな。警告はしたぞ。そらこっちのセリフや。まぬけ。じゃ拉致が開かねえ。開かねえんとこに案内しろよ。これ以上手間かけさせんな。そんな相手に凄もんやめや。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸や。仲間も連れんと一人でようやるわ。誰だ。そっちこそうちを探してたんちゃう。じゃあお前が赤目。まあな。そんなジロジロ見んといてくれる。ホームレスたちを仕切ってると聞いたんでな。もっと違う感じを想像してた。他にもいろいろやったんで。うちは何でもやや。便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。ほらいつまでそのあんちゃん使うんどろん。
で、うちに何の用や？あらまあ、その赤虎ってことはあんた渡瀬組の客やな。ああ、鶴野って男からあんたにこいつを見せろと言われた。ああ、なるほど、了解や。オッケー、そしたらついてきてくれる？待てよ、こっちは何もオッケーじゃねえ。あんたは鶴野の何なんだ？手下ってことでいいのか？うちはそんなんちゃうって。鶴野さんとは直接会ったこともない、ビジネスだけのドライな関係や。なんだと？じゃあ花輪のことは？花輪？なんなんそれ。おい、冗談だろ。うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとけ、ついてきて。ガキの頃、怪しい人にはついていくなと教えられたんだから。うちはヤクザとちゃうで。だからって仇とも言えなさそうだ。まそれはそうかもな。なんて読んだらええ？本当に鶴野から何も聞いてねえんだな。全然、うちは赤虎持ってる人をおもてなしするだけや。あんたこそ何も聞いてへんの？ああ、もてなしって何のことだ？へえ、そら脅かしがいがあるな。その赤虎はとある場所への通行証なんや。まあすぐ行けるところやないし、とりあえず腰落ち着けようか。上流だ。ん？俺のことは上流と呼んでくれ。改めまして、うちは赤目や。そんなら行くで上流。ここは？うちの事務所や。普段は人入れへんのやけど、赤虎のお客やし特別。事務所って割にはボロいっちゅうんやろ。昔はオデッセイいうキャバレーの倉庫やってん。ま、汚いとこやけどどうぞ。生体認証。うん、後で上流も登録しとこな。どや、ここが赤目さんの事務所やで。まあ例のとある場所に行かへんうちは好きに使ってええよ。外と随分印象が違うもんだ。あんまり羽振りええとは悪者に狙われるやろ。仕事柄裏の人ともつながってるし、用心のためや。何でもやだってな。法律も気にしねえタイプか？笑わせるわ、赤虎持ってる人が何言うてんの。まあのんびりしてて。あ、上流の名だけ登録させてな。そしたら自由に出かけてってええから。よっしゃ、これで完了や。もうええよ。んー、かわいい目してんのになんでずっとグラサン？あんたただの案内人なんだろう。だったら詮索はなしだ。そんな意地悪言うんや。まあとにかくもう外に出てもええし、話の続きしてもええよ。うちはしばらくここにおるからな。さてこれからどうする上流。あんたは何者なんだ？何でもや言うたやん。まあ合法非合法、一番稼げてんのは情報屋の仕事やね。ホームレスたちの面倒を見て、代わりにいろんな情報をもらって。それがホームレスを仕切ってる。多分旗から見たら
ホームレスの支援してるとか、大阪は日本で一番ホームレスが多いんや。そういう土地柄生かしたビジネス考えな。とある場所へはすぐに行けないの？今からはちょっと無理やな。明日にしよう。それに行ったら最後、あそこは万全の体調で行かんと後悔するで。悠長にしてる場合じゃねえんだがな。まあとにかく、とある場所は明日。今日はもうゆっ、お前まだまだ酔いの口や。うちは仕事がや、寝込み襲ったりせえへんから安心して。寝るときはそこのソファ使ってくれる？ゆっくり休めた？上流。ああ、おかげさまでな。昼に起こそう思ったんやけど、ぐっすり寝込んどった。悠長にしてる場合じゃねえんだ言うてカッコつけてたのにな。謝った方がいいのか？ええねん。その代わり今日はちょっと立て込んどってな。例のとある場所に行くんはしばらく、ま、悠長にしてらんねえのは本当なんだ。場所さえ教えてくれりゃ俺一人で行く。あかんって。あそこはうちが一緒に行かな。そない簡単なとこちゃうんやで。おい、そしたらな、上流、物は相談や。うちの仕事を手伝ってくれ。赤トラ持たされてるくらいや、腕っぷし自信あるやろ。仕事が早う片付いたらその分すぐとある場所行ける。いい加減そのとある場所ってどうにかなんねえのか。なんなんだそこは。せやな。あそこは知る人ぞ知る VIP たちの秘密の遊び場や。通称キャッスル。キャッスル？普通に探したってまずたどり着けへんで。選ばれし者だけが出入りできる。例えば赤虎持たされた人とかがな。どうする、上流、うちの仕事を手伝ってくれる？はよキャッスル行きたいやろ。足元見やがって。わかった。ならさっさと片付けてやる。よっしゃ、やっぱそうこうへんとな。ほんなら早速始めよう。うちはこの蒼天堀でホームレスの人たちを情報源にしてる。そのことは言うたやんな。そうだったな。そのメンバーたちから助けてくれ言われててな。最近ホームレスの人たちがちょっとずつ姿消してるって言うんや。どうも囲い屋がさらっとるらしいんよ。囲い屋？せや、ホームレスかき集めて彼らの生活保護費絞り取る連中。その手口はこんな感じ。まずそこらのホームレスに家賃ゼロ、3食付きで住まわせたるっちゅうて、狭い部屋に何人も押し込める。そんで生活保護費申請させて、なけなしのとこからさらにピンハネするわけや。特に何も知らんホームレスなりたての人たちが狙われる。貧困ビジネスってやつか。一遍囲われた人は通帳やら取り上げられて、もう逃げられんようになる。ひたすらゴミ屋敷みたいなとこに寝かされるんや。ほんまの意味での飼い殺しやな。で、お前は俺に何をしろってんだ？もちろんその囲い屋どもをぶっ飛ばして被害者たちを助け出すんや。
それが人の道やないの？おい、待てよ。そいつはどっかの組のしのぎかもしんねえぞ。蒼天堀のヤクザなら大抵近江連合の息がかかってる。もし相手が近江でもやんのか？当たり前やん。こんなん関西の極道がやっとるなんて恥やで恥。ケツ蹴っ飛ばして蒼天堀から追い出したる。ずいぶんと威勢がいいな。じゃあその囲い屋は何人くらいいる？仲間は俺たち二人だけか？ん？囲い屋潰すんは上流一人でやるんやで。うちはその後の面倒を見るんが仕事やないの。おい、なんだと？たく、やっとわかった。お前最初からそのつもりで俺を連れてきたな。まあまあ、義を見てせざるは言うなきなりって言うやろ。その辺できとる人やないとキャッスルには入られへんで。そうかよ。じゃあさっさと囲い屋の場所を教えてくれ。挨拶がてら殴り込んでくる。さすが赤虎の男。場所は大まかにしか分からへんのやけど、囲い屋らしき連中は蒼天堀の橋降りた川沿いあたりによう出るんや。上流がやっつけた。やろうちゃん、屋根壁のあるぬくい家の中で寝起きできるんやで。犬猫やないんや。人間様がこんな寒空。あれ方は今騙されと思って一遍ついてきよ。そんな、わしは別にここでええし。あんたのために言うてんねんで。うちなら他のお仲間もいるし。せやけど、そないうまい話に飛びつく。わしは今こんなになってるんや。やり直せるもんならやり直したいで、ほんま。クソが、ええ加減にせえよ、こら。何遍同じこと言うとんねん。さっさと来い言うとるんや。なんやこら、おっさん。お前ら囲い屋が随分大っぴらにスカウトしてんだな。せやったらなんやねん。あ、囲ってるホームレスたちはどこにいるんだ？彼らを解放してもらう。誰やお前、正義の味方気取りかいな。だったらどうする？わしらは近江連合のもんやで。今ここで頭下げるんやったら金で済ませたるわ。さもなきゃ。お前らに下げる頭はね、さもなきゃの方で話を進めてくれていい。上等やないか、おっさん。ええやろ、ぶっ殺したな。うちの番だ。Yeah!
レスたちはどこに囲ってんだ。それは大海の極道も質が落ちたな。ホームレスのなけなしの金まで狙ってどんだけ腐ってやがんだ。余計なお世話や。囲った人たちをどこにやった。歯が全部揃ってるうちに話した方がいいぜ。四つ寺海岸、正気町西にあるあそこの2階だ。わかった。じゃあしばらく寝て。もうお気に。おかげで助かったわ。ああ、さっきのやつら鬼連合言うてたで。あんた大丈夫なのか。この町に長居する気はないんだな。あんたは。え、もし頼る当てがないんだったら赤目ってやつを知ってるか。この辺でホームレスたちの面倒を見てる。いや、わしゃ最近ここ来たばっかなもんで。人に聞いて探せばすぐに見つかるはずだ。その気になったら頼るといい。赤目ですか。ああ、じゃあな。おい、何勝手に入ってきとんねん。ここは関係者以外立ち入り禁止や。寝ぼけとるんか、おっさん。ここにホームレスが押し込められてるって聞いてな。このフロアが全部そうなんだ。あ？おい、おかしな客が来とんで、わけのわからんこと言うとら。どこのどなたか存じまへんが、どうぞお引き取りを。この部屋外から鍵かけてんだな。中にホームレスを閉じ込めるためか。なんや面倒なお客やな。人んち来て説教垂れんなや。ぶち殺されんで。何しとんねん、我。長いこと換気もされてね。どれ、随分勝手な真似するやんけ。覚悟できとるやろな。
随分かき集めたもんだ。こんなことしてただで済まんぞ。わしらは組の人間や、近江連合やぞ。こら、そのコッパだろ。よほど食い詰めたと見えるな。こんな忍びに手出しやがって。近江連合だったらなんだ、上にでも泣きつくか。だがいくら弱小の組でも、たった一人に潰されたとあっちゃ、もうここからは出歩けない。おまけに大海の看板に泥を塗ったんだ。騒ぎにしてバカ見んのはお前らだぞ。あんた何もいや。おとなしく囲った人たちを解放しろ。今日のことはここだけの話にしといてやる。こいつはお前らのために言ってんだぜ。素晴らしいで、上流エクセレントや。赤目、よくここが分かったな。上流ならそろそろ片付くと思ってな。外まで囲い屋さんらの悲鳴聞こえてたで。なんやこの穴。ああ、ホームレス食いもんにしてるくせにうちの顔も知らんのかいな。ったく、勉強不足もええとこや。やかましい。わしらホームレスに寝床と食いもん支援しとったやで。それの何が悪いんや。ああ、悪いに決まっとるやろがい。都合のええこと抜かしよってこの三下。こないゴミ屋敷に行産詰め込んで何が支援や。勝手に外にも出れんようにして。せやったらお前が代わりに入ってみ。囲ってた皆さんの通帳、身分証、書類もろもろ全部出せや。せやないとまた上流の鉄拳を食らわすでな。ああ、そういうことだ。いやー、上流めっちゃ強いんやな。おかげさんで罪なき人たちをいっぱい本当に救えたんならいいがな。ん？どういう意味？まさかボランティアでやったわけじゃねえだろ。今度は囲い屋に代わってお前があの人たちを食い物にする気か？いややな、うちはそんなんちゃう。真っ当な支援が受けられるようにちゃんと手貸しますって。どうだかな。あのな、ちょっとうちに誤解があるようやからしっかり言うとくで。うちがホームレスの人たちを食い物にすることだけは絶対にありえへん。
あの人らには昔個人的な恩義があるもんでな。それをあだで返す、人の道に外れるわ。そもそもうちが何でも屋とか情報屋とかやってんのもその恩返しが理由の一つ。うちを受け入れてくれたこの町やみんなのためお役に立ちたい一心や。もちろんそれでぼちぼち稼がせてもらってんのは否定せえへんで。あんたが昔ホームレスに受けた恩義ってのは何のことだ？それはまあもうちょいあんたとの距離が縮まったらいつか話すかもな。なるほど。信用がないのはお互い様か。今回助けたホームレスの皆さんには見返りとしてうちのお仲間になってもらう。でさらに充実した赤目さんの情報網は彼らをより安全に守ることだってできる。つまりそれってウィンウィンの関係ちゃう？今までもそうやって情報網を作ってきたわけか。せやけど今回は一気に大量や。上流のおかげや。約束通りキャッスルにご案内すらな。やっとだな。とその前に。なあ上流、あんたやっぱり大した腕っぷしやん。だから頼むわ、これからもうちの仕事を手伝ってくれへんな。お前の仕事を？うちは仕事を来るもの拒まずの何でも嫌やねん。けど業務によってはどうしたって向き不向きっちゅんが。上流のパンチ一発で済むのをうちがペシペシビンタ100発食らわして制覇すんのも頭悪いやん。もちろん芝生相手はさっきみたいなクズに限るし、世のため人のためのお仕事や。俺は用事が済んだらすぐに蒼天堀を出ていくんだ。そうなん？だからその間だけでよけりゃ手伝ってもいい。おお、ほんまに？ええってええって。そしたら早速なんやけど、キャッスル行くまでもうちょいお仕事を頼んでもいい？おい、なんだと？分かってるって、急いでるんやんな。けどこっちの支度もあるし、出発は夜になってからや。それまで少し時間あるし、ちょっとだけうちとお金稼いどこな。はあ、夜までだな。いやー、しびれるわ。ほんまお気に。あんな？ああ、せやね。ん？あのね。ん？あんな？ああ。せやね。ああ。せやな。頼むわ。
て。しばらく寝てる。いらっしゃいませ。ケイと申します。よろしくお願いします。私アメリカ生まれなので日本語とかちょっと発音分かりにくかったらごめんなさい。十分自然だと思うぞ。え、本当ですか？日本語で話したくていっぱい勉強したんです。何がいいですか？寿司だな。
司大好き、お寿司食べたくなってきた。私の趣味ってゲームなんですけど、上流さんは何か趣味あるんですか？カラオケだな。歌好きなんですね。私も大好き。今度聞かせてくださいよ。今日とっても楽しかった。ありがとうございます。あのね、よろしゅう頼んますわ。